別府市民が運転手となって市内を回るライドシェアの実証実験が今朝から始まりました。今日から湯けむりライドシェアの実証実験が始まりました。別府市はタクシーやバスの運転手不足を解消しようと湯けむりライドシェアの導入を検討しています。今朝出発式があり、午前8時病院などに向かう市民6人が第1便に乗り込みました。路線バスの本数が少ない浜脇地区など南部エリアをコミュニティバスのように回ります。足を怪我したので会社の近くまで泊まるということで乗ってみようかなと思って乗りました。便利いいなと思ってますけどね。ドライバーはタクシー運転手などに必要な2種免許を持っていない研修を受けた市民で、8人乗りと10人乗りの乗用車2台が平日の午前8時から午後1時まで30分に1回走ります。利用料金は1回200円で、別府市は1年間の実証実験を経て本格導入するかどうかを検討します。